ルーキーイヤーはそんなに数は持ってなかったんですけど、2年目から広島市民球場用と甲子園用も違いましたし、はいはい、土質が違うから甲子園柔らかいんで、あのちょっと長かったんですよ、歯が。じゃないと引っかからないですよね。で、広島市民球場は土なんですけど硬いじゃないですか、だからそんな長くなくても引っかかるんで。神宮と名古屋ドームって最初あの今みたいな人工芝じゃなかったじゃないですか、硬い人工芝だったじゃないですか、あれ長いと滑っちゃうんですよね。だから剣を逆にカットして短くしてたんですよ、はいはいはい、めちゃくちゃ。でハマスタと東京ドームはこういう芝だったので、ちょっと長めの引っかかるやつにして、だから4種類ですかね、だから4つスパイクを変えてました全部。まず1年目やった時に、あ、これは同じスパイクじゃダメだっていうのがすごいね、あったのと、